本当に今まで絶不調なんかむしろ調子がいい時がないんだよねなんかもうひどいんだよな。ジェイミーは必ずこの開幕やる。あ、離すか。あー調子、自分が納得できる勝ち方、いい勝ち方ってもう月1回か2回しかないからな。なかったな今。いやこれ食らいすぎなのよ。よし、絶対これは通る。いやー余計なことしたマジ。オッケー、突っ込みたくなるよな、パーッとしてると。あべー、やりすぎ、さすがに。いやーマジか。いやマジ。お、返す、えらい。勝っていく。
いやーもったいねー。うわなるほどな。ああマジ。オーケー。倒すときあっという間なんだよな。出ねえし。うわー強気すぎる。オーケー。いやでも死なねえか。中絶症で下げ飛び。出るよな。これ間に合うんだよあぶねえ。これもなこっちなぜか有利になるんだよなあれこれはダメだな。マジそれガードする。あーバードしちゃいかん。まあ、ゲージ回復ためにゲージ使ってドライブ。
やべ、意味ない。オッケー、よし、オッケー。移動キャラは開幕中なんで様子見。モモなんか。はあ、やば。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、技を振れば当たる距離、剣玉前に入っていく。ガンガン前に出る。ドライブラッシュを使っている。打つね。なるほど。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。超級隊で切り返す。これだね。あ、走れば終わってた。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。出るな。ドライブラッシュで前に出る。あ、打ち損った。いやー、入んないぞそれ。おいおい、ラッシュなかった。あー、よかった、よかった。一斉出ないのやべえわ。怖いな。同キャラ戦を生き残った。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。おお、挨拶はどちらからするか。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。プレイヤー2、ダウンさせる。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。壁から逃さないことを優先徹底している。 OK、 読み勝っていく。うまく投げた。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。それ投げるよね。あー、そうだ、垂直ね、決めんだ。ドライブゲージがない、きつい状況となった。さあここからプレイヤー2、ドライブゲージがない、打つ。まあ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 、ここでスタンしてしまった。このチャンスをどう生かす。一息つけるか。いやー、なるほど。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。そうだね、もうバーンとしてるやん。さあマシンで余裕を貯めつつ、プレイヤーは前に出て、さあ終盤、舞台は整った。終盤ターゲットから一気に追いつく練習できた。おっと、ここでやっと、ブレーキでラインを稼ぎつつダメージを与える。プレイヤー1、続
マジかよ。それ出るな。え？え？削り？削りか。えらいな。それはえらい。バカや。いやーそうだ、垂直これ原人がてかあれやりすぎだよな、もらい引っかかりすぎだよな。ラッキー、ラッキーすぎる。なんでそれそこでインパクトした。さすがにそれはもったいなさすぎんな相手。ってかさ、画面中央でインパクトって何狙いなんだろうな。もう何、画面端でも結構危険なのにさ、中央でよくやるよなと思うんだよな。なんかバーンとしなくてもたまに中央でやる人いるけどさ、絶叫読み、絶叫とか打ってないしな。たまに、わけも分からず中央でインパクト振る人いるよね。あれどういうあれなんだろうな。当たればラッキーみたいな感じなのかな。このアニメ、キャラかわいいな。ちょっと1000は、1100は勘弁してくれ。やると思った。さすが1100って感じだよな。これ1戦だけでいいよ。これはさすがにバランスで。あー、先飛びになってなかったか。早すぎたー。おい、これはさすがに2戦だけで勝っても4しかもらえないか。分かりやすかったな。1100、同じこの1300ぐらいでもパナシどころがなんか上手い人っているからな。ごめん、出なかった。いやー、そう、いや、パナスが当たってたっぽいな。まあ、間に合わねえか、今。マジですか。
起こりうる体力状況。ドライバスで前に出る。中足を見せて。さあ次の攻めのドライブラッシュ。さあここはうまくドライブ調整隊。あぶねえ。危なーい。いやーマジ。なんやなー。ごめん。扱ってくれんのありがてえ。マジか。もったいなくね、さすがに。さあどうしよう。まあ先1だな。やいてー。いやー重なってねー。いやー最悪。あーもったいなさすぎるなこれ。いやマジかー。これ絶対今の見てからじゃないよな。いやーダメだ。いやー空出るよな。うわ撃つんか。あよかった。 SA2 だったか。救われたマジ。まあそれでな、もう飛ばなきゃいけないからガイドガイド戦は。いやマジでそれはないって。ここが大事。ここはガードでしのぐ。ここから
試合は終盤戦へ。緊張感が増していく。ここはドライブラッシュでターンをバーンとしている。やべえ。さあ、あとは一発ポジティだけ。さあ、トリットパンチャーで圧をかける選択。畳みかけるか。プレイヤー2オッケー。プレイヤー2ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大。ここで壁上がれ。相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2。いやー、出なかった。いや、マジか。ドライブインパクトはガードさせて OK。 さあ、ここから前に投げて、壁は攻めのドライブラッシュ。プレイヤーはバーンアウト。まずいぞ。今手はいやー、後ろに抜かり足。まあ、しゃーないね。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。うわぁ、マジかよ。おいしい。オッケー。 D リバー、これがあるから怖いんだよね。オッケー。オッケー。よし、今日ここら辺でと。